くなったの。やっちまったな。カンニンカンニン。これじゃない？もう頭痛いな。いや、俺痛いの左じゃん。右じゃないか。どうも、南野カンニン。どうもよ。バーン。ニッチ。ニッチは？ニッチ。プレイボール。プレイボール。お誕生日皆さん、お誕生日おめでとう。プレイボール。よろしくお願いいたします、はい。私たち人間やらせてもらって24年5年なんですけども、はい、人間の体っていうのはやっぱり数多くの不思議がありまして、はい、まず冷静に、まあ、生きてること自体も、まあ、結構まあ不思議みたいなところもあるんですけど、体にはこれできないとか、うん、これやってしまったらこうなっちゃうみたいな、はいはい、なんか不思議があるらしいんですね。おうおう、今回それをどうにかしてぶった切っていこうかっていう。なるほど。人間を今日は超えた存在になっていく、はい、やってみて対処法を考えて限界超えていくみたいな感じでやっていきますので、よろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。フワッフワッフワッ。ではいきます。はい、はいはい、まあ、まず一つ目がなんか椅子から立つことができなくなる。ああ、なんかやり方わかんないけどよく見るかも。ツイッターとかで、ね、座っててこう指一本こうやられるとこんな感じらしいです。体が、いや、もうじゃん。いや、今のはあの横からやってるから、か、ちゃんと前でやんないといけない。これちょっと一回やっていくか、うん、一回試してみる。うん、試してみる。じゃあ、島でいこうか。どう、さえ、うん、まあ、こうだよね。うん、多分頭が前に出ないようにするんだと思う。こうやっていくもんね。うん。はい。え、本当にやってる？いや、俺は今押してます。ちょっと通常的な顔して。うん。頑張れ。本当？体をなんかグイーンって反ったりしたらどうなの？このこうって、そう、腰から立ち上がるみたいな。おー、押しすぎじゃない？いや、無理だろ。無理だ。いや、いけるよ。いける。ちょっとやってみたい。こう、強くない？いや、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 でも、でも、あ、でもこれだけでも無理かも。あ、でも確かにグイーンって言ったらいけそうだよ。でも、手使ったらダメなんだね。そうそうそう。立てました。お前も歯だよ。立てんの？え、だってお前がそっちやんの。こっちやろお前。普通に行こうとしたら確かに勢い。いや、あー、ズル。え、それ書き方良くないか。書き方良くない。うわー、成功。超えた。いや、これは超えれた。違うのが今の立ち上がる。今のがいけるよ。で、今のが必勝法でしょ。腰から立ち上がる。腰から立ち上がる。なるほどね。ほら、あ、ほー、なるほど。超えました。ありがとうございます。これはそんなによ、うんうん、レベル低い。まあ今これ超えたことになったんで、うん、次が、肘で顎は触れない。ああ、なるほどね。もう無理だもん。肘と顎をくっつけられるかってことだよ。自信ある？ちょっと俺も自信ないのよ、これは。体硬いし。野球やってるやつやった方がいいんじゃないか。それ。いや、知らないけど。一回やってみてよ。野球こう肘を通すからさ、耳を横に。うん、そうそう、そう流れ。テニスもそうだね。そうだね。その流れで。いっていって。お、でも違う。惜しいの。怖い。待って、怖いって。キチン。頑張れ頑張れ。どう？あ、でも惜しいよ、じわ。座ったんすか？なるほど、座ろうかじゃん。寝技、寝技って言ってなんか。ほらほら、もうすぐだよ。てか、肘ってどこまでの。まあ、だから先端じゃないですか。ここか。まあな、やっぱな。右肘、左肘の。右肘、左肘の。見せる肘。千葉が一番惜しいよ。自分もうほぼついてるようなもんだ。自分頑張って押してもらったら。ああ、それ手横にちょっと気持ちね。正直、うん、言ったら折れるぞ。つけるということは折れるということ。これがこう向かうとダメだもんね。そう、それか、あのがこう、こう、あのがこう。なんか千葉のサポートをした方がいい気がするんだ、これ。そうだ、千葉が一番近いぞ。ズルはダメ。ズルっていうと鏡にこうやって肘打つし。なんやねんそれ、一休さんみたいな。一休さんでもちょっと嫌な顔されるみたいな。一休さんがやってよ。そのままこの手をこっから、ん、下向きにグイーンでいけば理論上は。理論上痛い痛い痛い。ほぐしたら一回体マイケン体操して。なんかそういうのあったな。いや、今もあんだよ。風化させんだよお前。初手をこうもう上に向けた方がいい。上に向けます。そしたら一旦肘が上までね、うん、だったらこう、ここくっつけばいいのね。あ、それはできねえんだ。それはもう通用できない。これは超えられないか。超えられないか。壁、壁ってやってよ、壁とかに。あ、おお、いける？
せーの、折れちゃう折れちゃう折れちゃう、怖い怖い怖い、めっちゃ怖い、速度怖っ速度怖っ、チカチバ、あ、いいね、おおいける、もうもうもう、まいけ、頑張れ、うぅ、いけいけ、あ、ついてるな、ついてんじゃん、これ肘ついてる、え、これついてるよ、ここ肘じゃん、でもどう、ついてる、もう一本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 、ついた、やったやった、今のはリアルついてる、マジ肘の定義調べる、こういった位置を、肘は人間の腕の移行部で上腕と前腕をつなぐ肘関節、それを取り巻く筋や腱、だから、ほんとここだよ、ここはもう肘や、その筋や腱でしょ、成功成功、イエーイ、超えた超えたね、これは完全にいけてた、おお、よかった、ありがとう、俺たちが一人超えれたら人間超えれてるから、いや、そうだ、オーケーオッケー、こっから結構ちゃんと不思議かも、腕が上がっていくっていうのがありまして、はいはいはい、こう体の横につけるじゃないですか、で、こういう動きしてください、うん、俺はこっからこう押すんで、うん、それちょっと30秒間力ずくでやってもらって、俺はこうやって押す、一番パッて上げる、はいはい、それやって30秒間やると、一番も力入れずに俺もこうやって離すと、これで手が勝って、もうあちょっとつるんってなってらしいよ、ニッチ一回30秒かかってもらっていい、言ってもらっていい、せーの、の1、2、もっといけちまう、もっともっともっと、4、5、そうそうそう、いいよ、20、30秒で力抜いてよ、出るく出るく出る、30! おおニュルニュルじゃん、あげたね、そんな上がんの、あ、早っ、自力じゃないのよ、終わらすのも早っ、あげた自分で、いや、あ、何回もかかる、何回でも俺がやられるわ、いきます、よーい、スタート、ちょっと、ちょっと、強すぎ、強すぎ、人として強すぎる、ガガガガって、手を押さえる程度ね、そうそう、それで頼む、いきますね、よーい、スタート、1、2、3、4、5、27、28、29、30、近づいて、なんで千葉やってる、やってない、あ、でもじわりとじわりと、あ、でもあ、ゆっくりなパターン、上げてないよ、マジマジでナチュラル、でも確かに上がるわ、成功するよ、こうやってったらね、それダメなんだよ、抑えちゃうよ、だから声じゃない、え、いやだから力体に入れられないから、なんかね、あ、脳どうのこうのって書いてた、筋肉の動きだけでいっちゃってて脳の指示に従ってないみたいな、じゃあ上がるな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 、そうだから、それを声でファイトしていけば多分理論上上がんない、なるほど、だから一回千葉が上がったから、じゃあ千葉出ろか、そうだよね、いきます、せーの、ドン、1、2、3、4、5、20、いいよ、21、これの準備しとけ、20の方が読めえな、28、29、30、いや、何してんの、30秒無駄にしたよ、は、何してんの、意味わからん、ただ同じことやったらどういうこと、気合入りすぎてた、違う違う、言うのよ、口で、動くな動くな動くな、ああ、そうそうそう、動くな動くな動くな動く、はちょっとダメだ、俺じゃない、これちょっとごめん、トモヤやってくれ、あります、せーの、ロン、1、2、3、4、頑張れ、28、29、30、上がるな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 、何してんの、すごい上がってるよ、周りの掛け声かもね、ああそうだね、まもうトモヤだけじゃなくて、耳から入ってくる情報量をもっと多くしないといけないから、確かに、せーの、1、2、強っ、3、4、右強い、29、きた、30、上がった上がってます、めちゃくちゃすっごい上がってるから、え、超えられないってこと、ギュッとできるよ、もちろん脳の不思議なことで言ってんだったら無理かも、なんか別のこと考えるってどう、なるほどね、もう今そのやってる時って腕が上がるか下がるかのことしか考えてないわけじゃん、水飲まそう、絵描かせるとかね、急に、ああ、何か片方の手で違うことさせよう、30秒経ったら右で絵描いて、で、日中は水飲まそう、そのまま、あー、2個いっぱいやって考えることを分散させよ、成功させよ、これで、はい、これでもう成功できなかった、これは失敗ってことになるから、お願いします、せーの、
どうだ1いけいけ3 20くるよ28 29 30、はいはい、5ひろみ どうバリ上がってたよ飲みながら、書きながら手上げてる人だって普通にダメだこれ無理だったかしょうがない、これは無理だったダメかゴンじゃあ今回も手を上げるっていうのは失敗だわちょっと超えられない無理すぎたズルせはできるけどそうそう、力抜いた状態でもう無理だよ無理だわそれは打ち勝てなかったです次行きましょうセカンドフルアルバム今見の幽霊水谷四国のエンジェル6月9日発売次いきます、はい、次はなんか目が開けられなくなるやつうわっそんなの、頭をまっすぐにした状態で目だけ上を向いてくださいはい、はい、だからそうだね、はい、上目遣いのようにできるだけ高いところを見ますただしこの時目だけで首はまっすぐにしたまま、はい、でその状態で上を向いたまま目をつぶりますはいすると目が開かなくなってるん開いた開いたぞ上目遣いのできるだけもうギンギンにちょっと痛えなみたいな痛えなやってくれで上向いた状態で目をつぶる開けてみてはぁはぁふざけんなよなんだよこれやってる本当に本当だよ書いてあんの立つとかかすごいじゃない関係ない開けだけ上向いてはい上向いて上向いてでグッともうちょっと向こうかちょっと20秒くらい向くちょっと短いのなるほどなるほどねはいガーッとオッケーオッケーじゃあそろそろ行こうかはいそのまま目をつぶるつぶったはい開けていっしょいや開いちゃったじゃんちょいちょっと今いけるちょっと止まるちょっとニッチがもう実は限界を超えている人間なのかもしれない別に めっちゃ俺普通のこと言ってるこんな顔してたんだそうねはい上向いてますねでも強そうだわはい、はい、どうしますよダメですまだもうちょっと長いもう長く長くもうつぶんない我慢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 よしつぶろうで開けてみこれはどういうこと？やってみ意味わからん。やってみて。ああいいね目でっかいからやっぱ。上向けてる？わかんない。上向けてるか全然向けてる。寄ってる。はいもっと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 見て。おおもっともっと見て。出てきちゃうよ目が。見えてんのかな。で潰る。あげる。いった。いやこれ意味わかんないわ。成功。小柳です。ミッキーです。ガンボです。夕闇にいざない漆黒のエンジェル。チャンネル登録よろしく。チャンネル登録よろしく。チャンネル登録よろしく。まあ、あんの成功だね全員奇跡の集団だったああ、可能性はあるねいや、でも案外こういうのはチワだねチワがかかったりするできなかったりする首はそのままなんだよそうそうそうはいでこのままで見えず顔やばあーまだ来てないもっと高いとこ見てもっと見れるもっと見れるもっと上もっと上もっと上おいでい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 けるで目つぶる開けて見たままちょちょ一応顔日本そばがいい